皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は、残念なこともちょっと今日はあったんですが、嬉しいこともあり、まあ、全体的にはご機嫌です。はい。まあ、とにかくね、これ開けないことにはこの配信は始まらないので、開けましょう。はい、はい。おいしい。ああ、おいしい。もうたまりません。ああ、甘い、甘いな。フルーティー。フルーティーだな。柑橘系のフルーティーさがあるな。あ、ちょっとブドウも入ってるかな。ビールは本当に美味しい、はい、美味しいですね。ちょっとゲップが最近出なくてね、困ってるんですけどね。それだけがちょっと悩みなんですけどね。けどそれでもビールを飲むことはやめられないということでございますよ。はい、ずっと昨今とかじゃなくて、もうずっと、はい。ほら出たね、下品なゲップが出ました。はい、いや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 、今日はね、人と会ったり、ズーム面談したりしたんですけど、はい、いろいろと勉強にもなり、かつ励みにもなり、いろいろといいこともありましたよ。はい、そうですね。残念なことはね、まあ別にわざわざ言うことじゃないんで、まあそれはまあいいとして、はい、そんな皆様にご迷惑をかけることは何もない残念な話なので、はい、大丈夫です。はい、そうですね。はい、いやー、しかし今日も暑かったですね。ものすごい暑かった。はい、8月終わりとは思えないですよ。はい、暑い、はい、暑いです。そうですね。最近単語を言いながら喋るようになったでしょ。ハッシュタグ書きながら配信することにしたんで、iPad、ここに iPad あるんですけど、iPad でハッシュタグを書きながら配信することにしたんで、書いてる文字をそのまま読んでる。熱い。はい。けど、ほんと8月末なのに暑いですよね。今日も真っ昼間に、外歩いてすごい暑かったですよ。びっくりしましたよ。まだこんなに東京暑いんだって。はい、いつもあれですから、屋根付きの商店街しか歩いてないもんですからずっと日向じゃんみたいなところ歩いてないんで、はい、最近、はい、もうなかなかだなって、この暑さはって、ちょっと答えるねっていう感じで、はい、そうですね。はい、まあけどね、まあその分、まあ美味しいものでも食べて、はい、いろいろお話とかして、はい、まあそうですね、ジモティで見つけた迷える子羊さんをちょっと励まして、はい、慈善事業家みたいになってますよね、僕ね。ちっちゃい慈善事業家みたいになってますけど、はい、はい、そんなこともしてみたりして、今日は、はい、で家に帰って慌てて YouTube をガンガン配信し始めるっていうね、はい、結局夕方の一人語りはなかったっていう日でしたね、今日はね、久しぶりにね、はい、本当はね、大体ね、4時ぐらいにね、夕方の一人語りをして、あーもうこんなに気持ちいいんだったらもう昼寝しちゃおうって言ってるじゃないですか。あ、その後本当に昼寝するんですよね。夕寝っていうんですか、夕寝して、はい、でまあちょっとしたらすぐ起きるんで、どうせビール飲んでるから、ね、ほらね、ね、ビール飲んでから寝るとね、すぐあそこに行きたくなっちゃうじゃん、ね、お手洗いにね、はい、どうしても手を洗いたい、手を洗いたいみたいな、潔癖症みたいな、そっちの方じゃないですね。はい、トイレ、
あの普通にトイレです、はい、別に下品の話じゃないですよね。下品な話じゃないです、はい、下水道を通るだけで、はい、下品な話じゃないです。まあとにかくね、幽霊をするわけですよ、はい、そうですね。けどね、今日は幽霊してないんでね、はい、そしたら僕夜寝ちゃって、夜あの夜ご飯食べた後に、はい、まあ炭水化物は取ってないんですけど、まあ量としてはたくさん食べたんですよ。野菜とか汁物とか、はい、肉とか、はい、まあ健康的なもの、キノコとか、はい、そういうものでお腹が満たされて、で、あ、涼しいって床に寝てたら、あのある人とのアポイント時刻をちょうど過ぎてて、あーってなって、で落ち着いたんですよ。そこで落ち着いたんですよ。ん？いや、トイレに行ってから参加しないとやばいことになると思って、これはすいません遅れましたっていうことにして、とりあえずトイレ行こうって言って、トイレバーって行って、トイレでバーってトイレ済ませてからバーってボーンってズーム入ったら、案の定もう皆さん揃ってて、すいません遅れましたって、3分遅れましたって感じで、はい、ズームに遅刻、しかも相手がお客様なのに、こっちがなんていうかジャッジされる側なんですよ、はい、なのに僕が遅れるっていう大惨事を起こしてしまいまして、はいはい、まあ相手は言葉上は大丈夫ですよって言ってくれましたけど、はい、言葉上はね、はい、まあ大人ですから相手は、はい、そうですね、はい、まあ、初対面でもありますしね、はい、もう本当に肩身の狭い面接でしたよ、はい、肩身が狭いには結構自己主張強かったですけどね、はい、やっぱ売り込まなきゃいけないと思って、はい、必死なんだよね私もね、はい、お金に必死というよりは、こう、なんていうんですかね、こう、あの、あれですよ、だから最近僕が話してるあれですよ、あの、日頃何やってんのっていう話ですよ、日頃何やってんのっていう話ですよ、はい、日頃何やってんので、あ、YouTube って言ったら、お前遊んでんだろうがってなっちゃうじゃないですか。だから、いや、こういう活動してんだよねって、まだお金にはなってないけどとかって言えるものを作らなきゃいけないっていう、ただ別に好きでもないものをやるわけにもいかないじゃないですか。だから好きなものを見つけて応募して、で面談だったわけですよ。それに昼寝をして、夕寝をしてなかったがために、夜寝をしてしまって遅刻という大惨事をやらかしてしまってですね、はい、もう本当に、はい、焦りましたね、はい、採用していただいたんで良かったですよ本当、はい、これで落ちてたらね、もう僕ももうあーって、これはやっぱり閉じこもっておこうかなって、昼から外に出るもんじゃないなとかなってたかもしれないですけど、いやー、ちょっと食べ過ぎたんですかね、なんか気持ちよくなっちゃったんですよね、お酒も飲んでないのに、はい、もう最近ね、お酒はね、あれなんですよ、本当、人と飲むときか、あれです、この一人語りの収録のときだけで、だから家ではもう、YouTube でしかお酒飲んでないんですよ、はい、そうなんですよ。だから本当ね、経費で落としてやろうかと思ってるんですけどね、ビールね、はい、ビールを経費で落とせないかなと思ってるんですけどね、だって YouTube でしか使ってないんですよ。で一応僕 YouTube はあの一応経理上は赤字のビジネスってことになってるんで、まだ黒字化してないビジネスっていうことになってるん でそこで使う消え物っていうんですけど、あの業界用語で、あのなんて言うんでしょう、映像作品界の世界では消え物っていうんですよ、あの食べたら消えちゃうんで消え物っていうんですけど、これ YouTube の消え物じゃないです か, だから経費で落としてやろうかなと思ってるんですけど、まあけど多分税理士さんから怒られるんで、これなんすかって月に1回以上ビールを24本買ってるみたいですけど、なんすかって聞かれるんで、怪しまれるんで、あ、それはですねとかって、それはですね、とかって言って
もうね、はい、他のところまでなんかいじくられそうでね、他にもなんかやってませんか、ズルやってませんかって、だからズルじゃないんですけどとかって言って、吸ったもんでが始まっちゃうんでね、もうビールは経費で落とさないようにしてます。ということで、経費にできないビールをもう一本持ってきます。そうなんですよね。経費で落とさないかな、ビール代。もうすっごいいいビールばっかり買ってるんですよ。基本プレミアムビールしか飲まないんでね、私ね。はい。家では。はい、家では。はい。外ではね、もうプレミアムビールが置いてないお店もあるんでね。はい。それしょうがないんでね。はい。ああ、美味しい。2杯目も美味しい。こういうビールが好きですね。美味しい。つい味わって無言になっちゃった。 いやー、ねえ、面談してね、よかったな、ほんといい人たちでね、本当に純粋に芸術を愛していて、はい、僕はそこが芸術関係をやってる人同士って好みがみんな違うことがほとんどなんですよ。それは恋愛と一緒ですよ。やっぱり全くがっちり何から何まで会う人っていないじゃないですか、なかなか。まあ、いたらそれはいいことですけどね。まあ、ガチガチ会ってたら会ってたで戦っちゃうかもしれないですけどね。そこで私の方が上よとか、そういう話になっちゃうかもしれないですけど、好みもやっぱ違いがいろいろあるじゃないですか。だから、好みが違うのは、はっきり言って前提としてもうあるわけですよ。はい、だからどちらかというと僕は重視したいのは熱の強さですよね、やっぱりね。はい、熱の強さに違いがあるとどうしてもあいつは頑張ってないとか、逆にあの人は人に指示しすぎだとか、人を動かすことばっかりやってるとかっていう風になったりするんで、けどそれただの熱の違いだったりするわけじゃないですか。だからそこら辺がね、合うとちょうどいいなと思うんです。そういう意味ではみんな純粋な人たちばっかりみたいなんで、いいなと思って、ああこういうところに僕は参加したかったんだなと思って、ちょっと嬉しい気持ちになりましたね。はい、そうなんですよね。はい、あ、そうそう、映像を作るんですよ。映像を作るんですよ。はい、映画、ミニ映画、え、ミニじゃない、ショート映画を作るんですよ。ショート映画をね、ショートフィルムか、ショートフィルムだ、ショートフィルム、ショートフィルム。いわゆる、かっこよく言えばショートフィルムなわけですよ。はい。そうですね。そこで、まあ、僕がね、どんな貢献ができるかわからないんですけど。一応もう作曲家いるみたいなんで、作曲の方はしなくていいみたいなんで、だから役者として、はい、今までの数少ない経験を生かして、はい、数少ないとは言っても結構恵まれた経験を生かして、まあ、やりたいなという感じですね。はい、そうですね。まあちょっと痩せなきゃいけないですね。はい、もうさらにこう痩せる口実ができたらと思って、はい、ちょっと嬉しいですね。ダイエットしなきゃいけない。そうなんですよ。痩せる口実がまた増えてしまいました。そうですね。だから今エクササイズ用の曲書いてるじゃないですか。あれ一応曲名決まってるんですよ。はい、頭の中では。それ書いたら、曲調がバレちゃうんで、今はエクササイズ用の曲って書いてるんですけど、まあ、そのうち、曲作りの
曲作りに所要する時間の半分ぐらい来た時に、あ、そっち系に行くんだっていうのがバレちゃうと思うんで、まあその時にはもう曲名をつけちゃおうかなと思ってるんですけどね。はい、そうですね。まあちょっと人から頼まれた曲の場合は何でもその人に合わせて、もうアニメ系でもアイドル系でも、ヘビーメタルが好きだったらヘビーメタルでも書きますけど、クラシックが好きだったらクラシックの曲書きますけど、ジャズが好きだったらジャジーな曲書きますけど、まあそういう指定がなければね、僕が必要としている曲を作るんでね、そのエクササイズ用の曲ができたら、そのエクササイズ用の曲流しながら僕が筋トレしてる場面を YouTube で配信するんで、今度は。お楽しみに。お楽しみって誰も楽しみにしてない。誰も楽しみにしてない。僕がなよなよしてる姿、なよなよ。なよなよ。あ、腕立て伏せ5回もできないの？バカだね。バカだねじゃないや。ひ弱だね。ひ弱だねってなっちゃうだけですよ。そうですね。けどいいんですよ。ひ弱だからトレーニングするんですから。そうですよ。ひ弱だからトレーニングするんですよ。そんな恥ずかしがってちゃいけないです。ですね。エクササイズをしようと思ってます。曲ができたらね。早く曲を完成させなきゃっていうのもありますし、曲完成させるまではエクササイズはちょっとまだにしとこうかなみたいな、涼しくなってからにしようかなみたいな、そういう思いもあるわけですよ。だからちょうど勝ち合ってるんですよ、うまく。そうなんですよね。そうですね。まあね、一応役者になるわけなんでね、何の役か分かんないですけど、ちょい出の役かもしれないですけど、セリフないかもしれないですけど、僕次第ですよ。僕次第。そうですね。若い男女の恋愛のショートフィルムとかだったらもう僕は若くないんで、もう若作りをするか、メイクアップで若作りをするか、なんか、あとあれですよ。お父さんの役をするか 娘のお父さんの役をするかしかないですよね。元ヤンっていう設定にして、僕を元ヤンっていう設定にして、まだ俺が高校生の時に産んだ子がこいつみたいな感じで、そうですね。そういうあれでいくしかないですね。しかないっていうことはないんですけど、役柄がね、わかんないですからね。まあけど、僕は、役者の経験少ないですけど、いろんな役者を見てきてるんで、役者魂のある人と、ない人と、なくしてしまった人と、いろいろ見てきてるんで、いろんな現場で。まあ私は役者魂はあるんで、どんな役でも一生懸命やりますよ。そうですね。それは、まあ、言えますね。そうですね。役者魂はあるんでね。どんなにつまらなそうに見える役でも全力で。カメラに映ってない時でも表情はしっかりと作って。そういうの大事ですからね。歩き方とか姿勢とかに現れてくるんですよ。本当に。そうなんですよ。だからヘナヘナした顔をして歩いてると、そういう歩き方になっちゃうんで、後ろ姿が NG 食らっちゃうんですよ。背中で演技してって言われちゃうんですよ、多分。僕は言われたことないですよ、そんなこと。いつも一生懸命やってますから。背中でちゃんと演技してって言われちゃうんですよ。厳しい職場だと。現場だと。だからね。
一生懸命やりますよ、はい、せっかくね以前経験があるんでね、はい、それ生かそうと思ってますよ、はい、いろんな現場に行ったんでね、はい、本当勉強になったんでね、はい、いい役ももらえましたしね、はい、そうですね、はい、まあ頑張ろうかなと思ってます、はい、いきなり変わりましたけどね、はい、え、音楽じゃなかったのってだからそれ言ったじゃないですか前に、はい、それはちょっとビジネスプラン的に問題があるなっていうことで辞退したんですけどね、はい、だから真面目に作曲家事務所は探すことにしたんで、もうちょっと時間をかけて、はい、ちょっと友達にも相談して、はい、ですね、はい、そうなんですよ。まあだから今度は役者ということで、はい、またこういうのをピボットって言うんですけど、あのビジネス用語では、はい、ピボットします便利な言葉だからって言って使ってんじゃねえよって感じですけどね、はい、ピボットします、はい、そうですね、ピボットってタグで入れたらスタートアップの人が見つけてきますかね、スタートアップの人が、スタートアップの事業をやってる人が僕の動画を見に来るんでしょうかピボットって入れちゃいましたタグの中にはい、そうですね、はい、まあね、私いろんなことを、まあ時間があるんでね、はい、いろんなことをやっていこうと思うんで、それまではねずっとね会社に縛られて生活してたんで、まあその分を取り返すようなそういうイメージですよ僕としては、はい、人が何と言おうとね、はい、僕はもう社畜だったんで、はい、まあ優秀な社畜でしたよ私は、私は優秀な社畜でしたけど、まあどちらにしても社畜には変わりなかったんで、はい、社畜から抜け出した今やはりいろんなことにチャレンジしたい、はい、そうですね、はい、そう思ってます、はい、まあ、あとは世間体もあるんでね、一応何やってるんですか日々って言ったら、あ、まあ台本読んでますねとか、あとはまあバンドに入ったんでバンドでやる曲聴き込んでますねとか、あとは経済ニュース読んでますねとか、まあいろいろですよって、ほんといろいろやってるんでって言っとけば、あ、いろいろやってるんだって いぶかしげにいろいろやってるんだって思ってくれると思うんで、はい、それで済まそうかなと思ってますそれで済むのかよって、逆に怪しくなんねえかって感じですけどね、はい、そうですよね、まあね、難しいですね、これはね、はい、日本はね、なんかね、あの憲法に書いてあるじゃないですか、ね、納税の義務、教育の義務、もう一つがなんと勤労の義務なんですよ。お金持ってても働かないといけないっていう憲法になってるんですよ、はい、これがちょっとね僕としては困りもんで、はい、だからいや、お金あってあるからって働かなくていいってわけじゃないでしょうっていう言葉に、日本人の言葉に反論できないんですよ。だって憲法に書いてあるから勤労の義務って、はい、だから不労所得だけで食べていってる人は憲法に書いてある義務を果たしてないってことになるんですよ。これどうしたらいいんだよって感じですよね、はい、じゃあいつまで働けばいいんだよって感じですよね、はい、となるともう僕としてはそんなに勤労しろっていうんだったらやりますよ、けどもうこれからは好きな仕事やらせてくださいっていうことですよ、はい、好きな仕事、そうですね、勤労の
義務がある。勤労の義務がある代わりにね、好きな仕事、好きな仕事がだいぶ変わりつつあるですよ、あるらしいですよね最近ね。はい、なんか現実的になってきたらしくて、昔は大工さんとか多かったらしいですけど、その後は YouTuber が多かったらしいですけど、はい、今はなんか公務員とか言ってる人が多いらしくて大きく変わったもんだなって、みんな現実見出したんだなって、子供がって、そう、親の教育なんですかね、親の教育が変わったんですかね、何なんでしょうね、子供の夢が公務員になったら、はい、イタリアンみたいになっちゃうと嫌なんでね、なんか人口の 25% が公務員らしいじゃないですか、あと GDP の 25% 分ぐらいはブラックマネーらしいじゃないですか、イタリアって、はい、だから本当の GDP はもっとでかいという話ですよ、はい、1.25 倍ぐらいしたぐらいの経済、イタリアは実は、はい、黒い経済があるんで、はい、マフィアの経済があるんで、はい、そうですね、はい、まあ日本はね、1人当たり GDP を増やしていかないとね、もう貧乏になっちゃいますんでね、はい、頑張りましょうね、本当ね、GDP3 位だからって浮かれてる場合じゃないですからね、本当ね、はい、みんなで稼いでいきましょう、はい、まあけどどうせ稼ぐなら好きな仕事をやった方がいいと思うんで、勉強しましょうね、子供の人たちは勉強しましょう、勉強、はい、勉強大事です、はい、僕は勉強しなかったですけど、その代わり大人になってから勉強しました、たくさん資格50個ぐらい取りました、はい、そうですね、はい、電車の中でちょっと 座れたらもうあと2駅しかないのに本を開いて、そんな感じで勉強しました、はい、そうですね、勉強して、でいいポジションを取りましょう、はい、え、勉強しなかったらどうなるか、あ、それはもうあれですよ、あのどんどん緩和される外国人労働者の部下になるんです、で、え、君英語喋れないの？じゃあ君には仕事あげないってインド人から言われるんですよ。君には仕事あげないって言われて、あ、そう、中国、今中国語のアクセントでしたね。あ、すいません。ちょっとインド人のアクセントちょっとよくわかんないですよね。日本語でどうやってやればいいか。はい。今中国人になってましたね。はい。香港人みたいな感じになってましたね。ちょっと難しいな、演技の勉強しなきゃな、インド人が日本語喋ったらどうなるかっていう、それの勉強とかもした方がいいですよね、多分ね、いや、いらないですよ、そんな演技の勉強する前に本当の演技に勉強しましょう、はい、そうですね、はい、演技の本でも買った方がいいんじゃないですか、アマゾンプライムで読めばいいんじゃないですかね、はい、僕演技の勉強ちゃんとしようと思います、これを機にね、はい、で詐欺師になってやると思います、まあ、それ冗談なんですけど。はい。何の話でしたっけ？そう。勉強しとかないと、あなたがなりたかった、あなたがやりたかった仕事を外国人に奪われますよって話です。はい。そうです。はい。ね、企業は優秀な人材を取りたい。で、日本人の児童は、児童期から、もう英語を学んでいる。じゃあ英語を話せるのが当たり前っていうふうに優秀な学生はなってるはず。つまり優秀な学生は英語が喋れるはずだから外国人と対等に評価して良いであろうという前提で採用をしていくことになると思うんですよ。はい。だとすると英語喋れないとか。もうその時点でもう知的労働には参加できません、多分、はい、そうです、体を使う仕事です、けど体を使う仕事は安くなりますよ、はい、外国人労働者がたくさん来ますから、外国人労働者にとってはまだ今のところは日本の時給って自国の時給よりいいんですよ、はいはい、で今日本は賃金上げようとしてるじゃないですか、物価も上げようとして賃金も上げようとしてるじゃないですか、だから後進国新興国の
賃金上昇と同じぐらいのペースで日本の賃金も上がっていくと思うんで、結局差は縮まらない。となると、まだずっと新興国から見たら、日本は憧れの国であり続けるんですよ。ちょっとだけの差で、新興国よりにとっては憧れの地、日本。清潔な国、みんなが優しい。決まりが正しい、犯罪が少ない。そういう国、日本であり続けるはずなんですよ。となると、単純労働も、例えばコンビニって単純労働とは僕は思わないんですけどね。僕はコンビニの人たち見てて、ああ、結構いろいろと 細かい作業をたくさんポン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 こなしてるなと思って、すげえなと思ってるんですけど、僕やりたくないなって思っちゃうんですけど。僕どちらかというとクリエイティブな方なんで、集中してガンガンやるタイプなんで、あれこれあれこれ、あっちこっちやらされるの嫌なんで、どちらかというと、得意なんですけどね、そういうの得意なんですけど、マルチタスク得意なんですけど、好きではないんですよ。なんでね、そうなんですよ。だからコンビニでも今外国人労働者多いじゃないですかね。もう農業とかにも入ってきますよ、そのうち。入ってきてますね、そういえばね、もうね。じゃあ、どこで働くんですかって話ですよ。むちゃむちゃやる気のある、日本語も JLPT っていう日本語能力試験を2級とか取って、自国でもう2級取ってきましたっていうような人がやってきて、やる気満々で面接に来た。もう一人は、あんまり勉強してなかったっすけど、やる気はありますって、口だけで言ってる高卒の人、どっち取るかっていう話ですよ。どっちを取りたいですかって話ですよ。ね。もう、答えは出てるじゃないですか。だから、職を失うんですよ。それでいいんですかってことですよ。勤労の義務を果たしてないじゃないですかって、僕と一緒。僕と一緒で勤労の義務果たしてないじゃないですかっていう話になるじゃないですか。だから勉強はやっぱりやっといた方がいいと思いますよ。特に社会に役立つ勉強はね、やっといた方がいいですよ。国語とか、話す能力、大事ですよ。コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、大事だと思いますよ。そうですね。例えばそうですよ。数学も、数学自体を社会で使うことはあまりありませんけど、多くの人はね、研究者じゃない限り。けど、数学で学ぶ論理的思考、構造的思考というのは仕事で活かされるわけですよ。だから数学を学んどいた方がいいんですよね。数学で私、偏差値79だったんで、だからこそ言えるんですけど。ここで自慢して、自慢話になってしまったじゃないか。ね。とにかく私が言いたいことはですね、諸君勉強しましょうっていう、子供たちを勉強しましょうっていう話です。ルクセンブルクみたいに一人当たり GDP で高くなる国になりましょう。国民総生産、GDP で測る国にならないようにしましょう。GDP で測ってたら、もう、人口減少してる限り GDP は減るんですから。そうじゃなくて、一人当たりの GDP が高い国になりましょう。ルクセンブルクみたいに。あの国はいいですよ。みんな金持ちですから。普通のサラリーマンも金も相当な給料もらってますからね。教育がしっかりしてるんで。もう、みんな稼ぎますよ。どんどん、それこそピボットしてますから。次は AI だ。次は何々だ。みたいな感じで。どんどん自分のスキルをリスキリングして。で、それが普通ですから。ルクセンブルクでは。あんなちっちゃい国、知能で勝てなかったらどこで勝つんだって思ってますからね。そうなんですよ。だからもう、そうするしかないと思って頑張ってるわけですよ。日本人もそうするしかないんだっていうぐらいの気持ちでやればできないことないと思うんで。そうなんですよ。そうです。頑張りましょう、皆さん。頑張って、一人当たりの GDP を上げましょう。
まあちょっとでかい話になっちゃいましたけど、まあ要するに、まあ今日の話は、夜寝してしまってズームの会議に遅れたという話でした。飲み終わってました実は。はい、ということで今回の配信は以上となります。また次の配信または別の配信でお会いしましょう。さようなら。おやすみなさい。明日見る方、おはようございます。そして、良い一日を。